微算数理工学の10回目の授業を始めていきます。コメントスクリーン使えますでしょうか？大丈夫でしょうか？はい、いいですか？はい、ありがとうございます。新年の初回ですけども、講義全体としては、授業全体としては10回目になります。でですね、またコメントいただいているので、ちょっとコメントを見ていきたいと思います。今日、これをちょっと、今から、これをとかって言っていただきます。このコメントについて、補足していこうと思うんですけども、授業の中で、クイックソートの話ですね。クイックソートの話の中で、最悪時期待比較回数と、期待最悪時比較回数っていうのは違うってことを言って、むにゃむにゃ言って、まあ、それについて何も説明しなかったので、ちょっとそれを説明しようかな、説明しようかな、まあ、補足しようかなというふうに思います。はい。で、それでですね、まあ、どんなことだったかっていうと、ちょっと待ってくださいね。ここですね。まあ、こういう話でした。授業の中で、解析したものというか、興味を持って、計算したものというのが、ここに書いてあるような、最悪時期待比較回数。どれですね。あってしまった。あ、これは、こうですね。これですね。あれ、うまくできない。最悪時期待回数なんですけども、ですね、そうか、これは、ちょっと待ってくださいね。あれ、うまく。選べない。あれ、まあ、いいや。最悪時期待回数なんですけども、これがその期待最悪時期回数と違うんだってことを、ちょっと、まあ、例というか、まあ、例ですね。を使って説明しようと思います。で、まあ、例というか、仮想的な例なんですけども、ちょっとこれどうすればいいんだろうな。これで書けるのかな。あ、これ書けましたね。ちょっと待ってね。これが書けたってことは、これも、できますね。よかった。今ですね、ちょっと、まあ、こういう表があって、これ、まずこの表が何なのかということを説明しないといけないですけども、なんか、仮想的な問題を考えています。本当はもっとなんか具体的な問題でやれればよかったんですけども、ちょっと具体的な問題だと、余計わかりにくいかなと思ったので、余計にわかりにくくて、なおかつ間違えそうだったので、これ、仮想的な問題があって、この仮想的な問題にはですね、この、5種類の入力があり得ると思ってください。で、これがその入力のすべてです。で、これに対するその乱択アルゴリズムを考えたいんですけども、乱択アルゴリズムの中では、乱数を使うわけです。いくつか乱数を使う。で、ちょっとここで、まず、まあ、注意というか、まあ、乱択アルゴリズムでは、まあ、乱数を使うわけですけども、今ですね、その乱数が必要になるたびに、そのまあ、コインを投げるというか、その乱数の源に、問い合わせて乱数をもらってくるってことをするということを、まあ、普通のアルゴリズムとかプログラムでは考えるかなというふうに思うんですけども、そうじゃなくて、ここではですね、その都度その乱数を呼び出す、乱数を出すって言っていいのかな？乱数の仕様を、考えるのではなくって、使う乱数をはじめに、もうあらかじめ全部生成しておくと思ってください。例えばもう、このアルゴリズムを、実行するときには、30個乱数を使う、乱数を呼び出す可能性があるってことが、もう初めから分かっているのであるんだったら、もうその30個、初めからもう、初めからというか、その初めに生成しておく。で、その生成しておいた、ものを順番に使っていくというふうに思ってください。だから、だから、使う乱数は、はじめにすべて生成しておくとする。で、そうすることによって、そのアルゴリズムの振る舞いはですね、変わらないわけです。こういうふうにしても。それはその都度呼び出すのか、初めに全部作るとかっていう違いだけなので、
そうすると結果変わります。そうするとですね、何が起こるかっていうと、初めに使う乱数すべて生成しているので、乱数を生成し終わった後は、その後のこのアルゴリズムの動きっていうのは、なんて言えばいいのかな。その乱数を使う、その生成された乱数を使って、そのアルゴリズムを実行するという意味では、もうその後には、ランダム性がないわけですね。そのもう生成した乱数を使って、後のその振る舞いはですね、そのもう生成された乱数で全部決まってしまうわけです。だから、これによって、乱数を生成した後の、アルゴリズムの動きは、ランダム性がない。ということになります。ここまでいいですか？ちょっと何を言ってるかわかんないかもしれませんけども。その後にはもうその何もそのサイコロを振るとか、そのコインを振るとかってことはないわけです。で、そう思うと、これは何を意味してるかっていうと、ここが重要なポイントなんですけども、すなわち、何かというと、乱択アルゴリズムっていうのは、実は、乱数を使わない、アルゴリズムの上の確率分布なんです。これは、一つ重要な視点であって、何かというと、この乱数を生成した後の動きにはランダム性がないので、ランダム性がないってことは、そこは、その時点ではもう、その後はその乱数を使わないアルゴリズムになったわけです。まあ、別のことを言うと、乱数を使わないアルゴリズムっていうのがたくさんあって、それらを初めにこの生成する乱数によって、そのいくつかある乱数を使わないアルゴリズムっていうのを選んでいるってことなわけです。この乱択アルゴリズムっていうのは。わかりますかね？だからその使う乱数を一つ決めると、その後の動きっていうのは乱数、もうそれ以上使わないので、それ以上っていうかその生成した乱数しか使わないので、その後の動きっていうのは決定的なわけです。ディターミニスティックなわけですね。何もその確率的な要素はないわけです。だから、その乱数を、生成した後の動きが決定的なので、別に言い方をすると、その乱数を選ぶ前には、いくつか、たくさんですね、その決定的なアルゴリ、ある決定的だと、その決定性のアルゴリズムっていうのがたくさんあって、それらを初めに生成する乱数で選んでるってことになるわけです。で、そうするとですね、今、この表は何なのかっていうと、この問題に対して入力がまあ5つありますよっていうふうに言ってるんですけども、その初めに生成する乱数によって選ばれる決定性アルゴリズムっていうのも、この問題に対してはいくつかあるとして、それが今、こう6個あると思ってください。ここかな？この6個あると思ってください。だから今、その乱択アルゴリズムっていうのは、この6個の、アルゴリズムから1つをその乱数によって選んでくるんだというふうに、思ってほしいわけです。で、そうすると、ここの表は何を言ってるかっていうと、例えばですね、一つ入力を決めて、その初めに、決めた乱数によって、一つそのアルゴリズムが選ばれたとすると、その時に、その入力に対して、アルゴリズムが費やす計算量っていうのが一つ決まるわけです。で、それは決定的に決まります。だからそれは一つの値になります。まあ、ここではその整数で書いてるんですけども、それは一つの値になるわけです。だから、ここに書いてる今、この数値っていうのは、R4 で定まるアルゴリズムに対して、I2 を入力としたときの計算量だと思ってください。まあ、計算量っていうのは何なのかちょっとちゃんと定義してませんけども、まあ、だからかかる時間だと思ってください。で、これは一つに定まる、まあ、実数というか整数というか、なるわけです。だからこれはその、まあ、確率変数ではないというわけですね。で、そうすると、例えば、ここまでいいですか？ちょっとなんか抽象的な話をしているので、わかりにくいかもしれませんけども、例えば、そのクイックソートの場合には、その分割をするたびにこうピボットを選ぶってときに、乱数を
振るわけですけども、その使う乱数っていうのももう初めに決めておくわけです。で、そうすると、どのピボットを選ぶのかっていうのは、もう初めから決まってることになってしまって、その後の動きっていうのは、そのピボットの選び方も決まってるので、決定性アルゴリズムになるわけですね。決定性アルゴリズムになるわけです。で、その時に、例えばこの i2 っていう、入力が与えられたら、なんか計算量、比較回数が4回かかるとか、そういうことが決まっているということになるわけです。で、そうすると、今、ランタカアルゴリズムって言ってるのは、この R1 から R6 の中から、まあ、一つ選ぶもの。ってことを、行うということになるわけなので、例えば、i2 っていう入力に対して、アルゴリズムが、ランタクアルゴリズムが行うのは、まず初めに使う乱数を決めます。それは、この R1 から R6 の中のどれを、使うのかってことを決めるということになります。で、それが決まったら、そのアルゴリズムが動き出して、最終的に停止して、その分計算量が、まあ、4とか5とか3とか、4とか3とか5とか。今、こういう形で決まってくるということになります。で、そうすると、例えばですね、この R1 から R6 っていう、まあ、乱数、あるいはそのアルゴリズムっていうのが、等確率で一応分布に従って、定められるとすると、何が分かるかというと、この I2 という入力に対して、このランタクアルゴリズムが使う計算量、費やす計算量の期待値が、平均が分かります。それは、ま、どんな形で計算できるかっていうのは、こんな形になると。例えば、今この i2 っていうのを見てみたら、i2 っていうのを見てみたら、r1 を選べば計算量が4、r2 を選べば5、r3 を選べば3、r4 を選べば4、r5 を選べば3、r6 を選べば5になるので、その、期待値っていうのは、これ 4.00 って書いてあります。これはつまり、ま、これ等確率で選ばれるとすると、6分の1かける、4足す、5足す、3足す、4足す、3足す。まあ、こういう形で計算できる。で、これ計算があってことを期待してるんですけども、まあ、こんな形で、各入力に対する期待値っていうのは計算できます。で、そうすると、今、i1、i2、i3、i4、i5 と、5個入力があるので、その各入力に対して、このアルゴリズムが、費やす計算量の期待値というのが計算できます。で、この場合計算すると、まあ、4.33。これ、これ3がずっとこれついてるんですけども、小数点以下2桁で打ち切ってます。で、まあ、4.333、4.00、4.00、4.33、5.0、こんな形になるというわけですね。で、授業で言っていた、最悪時期待、比較回数、期待計算量って言ってるのは、これらの最大値ということですね。この場合は、これですね。期待値の最大値。つまり、最大期待、期待値、最大期待、最悪時期待計算量っていうのは、この一番大きな値である 5.00 になる。ということです。で、これがその、まあ、授業で扱っていた値ということになるわけです。ここまでいいですか？いいですか？はい。で、これは、その授業で扱ったものなんですけども、じゃあ、だからこれは、授業に、の言葉で言うと、最悪時、期待、比較回数に対応するということですね。じゃあ一方ですね。期待最悪時比較回数といったら何のことになるかというと、じゃあそれを次に説明しますね。そうするとですね、まあこういうことになります。今言ったように、この一つ一つのこの乱数の選び方っていうのを初めに決めてしまうと、その後の動きっていうのは決定性、決定的乱数を使わないことになるわけです。そうすると、その一つ一つのその乱数を使わないアルゴリズムに対して、その計算量っていうのはこう決まってるわけですね。だからその R1 っていうそのアルゴリズムに対しては、I1 を入力したら3、I2 を入力したら4とか、こんな形で計算量が決まってくるわけです。で、そうすると、普通のですね、普通のアルゴリズムの、解析、普通のってその乱数を使わないアルゴリズムの解析においては、この中の、この中ですね、これですね、その3とか4、6、2、3の中の最大値っていうのが、この R1 で選ばれ、R1 を選んだ時のアルゴリズムの計算量と呼ばれるものになるわけです。
それは、この中の一番大きいものを取ってくると、まあ、これ6になるんですけども、この6っていうのが、この R1 がこの6というのは、この6というのは、R1 で定まる、決定性、アルゴリズムの最悪時。ちょっと漢字の書き順が。最悪時計算量になるわけです。ですね。で、そうすると、それぞれの、その、アルゴリズム。R1 だったら、最大値は6。っていう、その最悪時計算量が出てきて、その R3 っていうのを選んだとすると、その R3 で選ばれた、定められるアルゴリズムにおける計算量の中の一番大きな値7。っていうのが、そのアルゴリズムにおける最悪時計算量になるわけです。で、そういう形で、一つ一つのアルゴリズムに対して、最悪時計算量っていうのが決まるわけです。で、実際は、この、ランタカアルゴリズムっていうのは、R1 から R6 っていうのを、選んで実行することになるので、それらの最悪時計算量の期待値っていうのが、期待最悪時計算量になるわけです。だからこの場合は、この、今これ書いた677875の期待値っていうのが、平均っていうのが、まあ、これ書くとこれですね。この場合は6.66666になるはずなんですけども、で、これが、期待、最悪時、比較回数に、まあ、相当するわけです。いいですか？どうでしょう。わかりますかね。いまいちかな。どうでしょう。いいですかね。だから、まあ、この二つは、今、まあ、この例でも挙げたように、実際にその違う数値なわけですね。数値上も違う。数値上違うものなわけです。で、実際に、まあ、ここではちゃんとやってないからいけないんですけども、授業でやったのは何だったかっていうと、ランタククイックソートていうのがあったときに、その、最悪時について、最悪時期待比較回数ですね。期待比較回数っていうのが、というのは、オーダーの意味で N ログ N になるということを、まあ、示したわけです。まあ、それはその前科試験を作っておいたということをやったわけですね。で、一方で、まあ、ここではやってないですけども、期待最悪時、比較回、あ、ごめんなさい、期待回数なんです。期待比較回数。で、こっちも最悪時比較回数ですね。を、考えることもできるわけです。で、多分なんですけども、ちょっとこれちゃんとやってないがいい。これ多分っていうか、これ N 事情になるんです。N。で、ちょっとね、これちゃんと、ちょっと、もう少しちゃんと書こうかな。これ、あ、比較か、とこなんか、オーダー記号で書くと、それは、その、オーダーでそれ以下だっていうことしか意味しないので、ちゃんと書こうとすると、オーダーとしてはそれ、まあ、これ、等しいんですね。N ログ N のオーダー。だから、オーダーでは、N ログ N 以下でありなおかつ N ログ N 以上だから、N ログ N とオーダーは等しいんですけども、で、期待比較、あ、期待、最悪時比較回数の方も、これ、O で書くとちょっと不正確なので、もう少しちゃんと書こうとすると、これは、N 二乗のオーダーになるはずです。ちょっとこれ、ちゃんと確認してないから、嘘を言ってほしいですけど、2になるはずです。
だから、期待最悪時期回数っていうのはすごく大きくなります。その最悪時期回数に比べて。それなんでかというとですね、実はですね、どの、乱数を選んでもですね、クイックソートを行うときには、変な入力が存在して、ちゃんと言いますね。任意のその乱数の選び方に対して、ある入力が存在して、その入力に対するこの比較回数っていうのが、n 次乗ぐらい大きくなるものがあるってことが知られてるんですね。知られてるはずなんですね。知られてるはずで、それは正しいですね。正しい。それと正しいかどうか、これだから何になるはずっていうのは、いらないですね。なんですね。なので、ちょっと待ってください。今、本当に正しいこと言ったかどうか。でも、オーダーで見たら正しいから。ちょっと待ってくださいね。今言ったこと、本当に正しいかな。だから、だんだん。あ、ちょっと待ってくださいね。これは、ややこしい部分がありますね。あ、ちょっとこれは、どうしようかな。さっきこれ2になるはずって書いたんだけど。これは、乱数の選び方によるかもしれない。ちょっと、これは、本当にこれ2になるはずで、ちょっと、止めとく必要ありますけども。待ってくださいね。ちょっとこれは、こういうふうにちょっとあんまりちゃんと準備しないでやるから間違えそうになるんですけども。そうですね。ちょっと待ってくださいね。すいません。困ったな。これは、今、ここで書いてあることは、これですね。ここに書いてあることは、ある条件を満たす場合には正しいんだけども、ある条件に満たない場合には正しくないんで、だから一概にこれが、ここに書いてあることは正しいと言えないので、ちょっと消しますね。すいません、ちょっと。言いたかったことと、その口から出てる表現が多分、合っていないので、間違ったことはあんまり言いたくないので、ちょっと、言わないことにすると、ちょっとじゃあ、ちょっといろんな前言撤回すると、これは言いますね。最悪時期対比較回数については、授業でやった通り、N ログ N のオーダーになるんですけども、最悪時期回数っていうのは計算したとすると、ここでは、上のその N ログ N のオーダーとは違うものが出てくる可能性があります。で、これは新しいから、これでいいですね。N の N のオーダーとは違うものが出てくる可能性があります。ので、まあ、実際に、うまく、解析をする必要があるんですけども、それは、この授業でやったこととは違うということになるので、それは、注意をしてください。すいません。で、ここが実際何になるのかってことは、ちょっと、今、言い方にちょっとよるかもしれないので、それはちょっと、語弊が生まれるかもしれないので、ちょっとここでは明言しないということ形にしたいと思います。すいません。ここまでいいでしょうか。すいません。期待最悪時期回数が何になるのかってことは、ちょっとここではうまくちょっと言えないので、ちょっと、保留します。保留というか、ちゃんと言わないことにします。すいません。だから、まず重要なのは、この2つですね。最悪時期期待比較回数と呼んでいるものと、期待最悪時価回数を呼んでいるものは違うものを指しているんだということが一つ重要なこと。で、もう一つ、この、補足の中で、お伝えしたかったのは、ランタカアルゴリズムっていうのは、乱数を使わないアルゴリズムの上の確率分布であるという見方があるということですね。はい。では、これで、このリアルタイムの部分の、補足は終わりにしたいと思います。はい。では、録画もここで終わりになります。